ズです。どこまで進化されるんでしょうか、パパラビーズの挨拶。ピースでこうで、こう、こうからのこう。おっと素晴らしい進化で、今日はですね、IKEA で好きなものを爆買いしてきましたので、はいはい、紹介したいと思います。イエーイ。今回は何円とかあんま決めずに、ね、自分の好きなものをポン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 買うっていう企画をやったんですよ、はい、ちなみにいくら分買ったの？1万弱でも量はめっちゃ普通に多い。そうよね、うん、で僕はちなみに、うん、なんと2万円でーす。なんか、あんた最近なんかキャラクターの T シャツにハマってる。じゃあやりましょう。どっちからいく、はい、もう交互に出す。じゃじゃーん、ひどんじゃねえ。やっぱりセレブっていう感じで、なんかセレブなのにあまり世にセレブをこう知らしめてないやん。ちょっとセレブ感出してもいいんじゃねえかっていうことで。かわいそう。まあ、何？かわいそう。何がかわいそうな？セレブやのにセレブ感出してないからって言って、イケアでこれ買ったんや。そう。セレブやのに。そう。あ、そう。あのね、一番受けがいいのは、うん、セレブはセレブでも、うん、一般市民の方に共感しているセレブが一番受けがいいわけなのよ。あなたはね、さぞかしい、ハイブラハイブラばっかでね、あれかもしれないんですけど、私は一般市民に寄せた、はい、セレブでやらさせていただいてるので、イケアで。ハイブラハイブラって言われたんですけど、多分ジンジンの方がハイブランドめちゃめちゃ積もってるから。あのさー、ごめんけど。普段の生活マジジンジンの方がセレブ。あんたの方がセレブやんか。私の2ヶ月分ぐらいを1ヶ月で使ってるわ。あのさー、もうちょ、ほんとに5回ぐらい。何を言ってんだか、セレブのくせに。あびっくりした。じゃあ今日は私のセレブを皆様に大公開中間して、はい、イケアで、こちらですね。はい、まあ、これ、はい、考え、なげえな、ほんで。おめえ、行ったれや、はよ、一品目。じゃあ、それに対抗してってなんやけど、私もマット買ったからさ。うわー、セレブな色。こちら、もう私たちの、こう、横をこう、ビヨーンって言って、全然まだまだ長い。ブブが噛むかなと思って、ちょっと見てなかったんけど、あの、キッチンに入ってこやんっていうことを、ここ半年ぐらいで証明したから。なんでなん？だから、ちゃんと怖いね、料理してる。ああ。お風呂に来るやん。お風呂大好きやから、浴槽のよじ登って入ってこい。なんかリアーカでよく映してます、この人。あ、そう。ブブ、それダメだよね、ダメだよね、履いたダメだよねっていうのを、あの、友達にしか見せへんかわいいね、無理。せーの、じゃん。これさっき冷凍庫から持ってきたんですけど、これは、冷凍されたサーモンでございます。これ後ろにした方がいいんちゃう？あ、そうなんだ。あ、ほんまや、見えにくいよ。冷て、はい、こんな感じで冷凍されているサーモン。はい、続いてこちら、ダダーン、ピーラーです。もう家のピーラーがもうずっと使ってるやつやから、うん、もうピーラーがね、潰れちゃったので、アスパラを剥けないんですよ、アスパラの皮が。すげー、アスパラを作る調理しようと思うんだ、このセレブ。おすすめはアスパラに豚バラを一本ぐるんって巻くの。長いやつ。あーね、あるよね。それ焼いて、塩コショウで美味しいからおすすめ。はい、これ、はい、なんかおすすめされた新しいやつ。はい、せーの、じゃん。次どんどんいく。いや、どんどんいく。せめて一言添えていい。冷蔵庫の、収納に使おうかな思って、はい、なんかそのいろんなタレとかを、うん、続いて私こちら、ダダン、小さいこれ銀のボールなんですけど、はい、ただの。で、あの、このボールは普通に調味料とかをこう混ぜるときに、なんか絶妙に全部のボールがでかいんですよ、家にあるやつ。ちょっと手短で。そう、だから、あと他にも使えるかなって思うので、もうちょっと手短で。あと他の、なんか料理とかにも使え、なんかね、買いました。ありがとうございます。ちょっと取りすぎです。続いて、せーの、じゃん。せーの、じゃん。あのさ、俺や説明する。一緒なんだわ。待って待って待って。じゃん。あら、そこは緑、そこは緑札使ってほしかったわ。なんで？ええー、よ。せーの、えい。食器とかのさ、洗ったやつの水切って下に置いといて。そう、はい、続いて私こちら、はい、よー、だだーん。やっぱワンちゃん飼ってる人はみんなわかると思うんですけど、コロコロがね、必須ということでコロコロを買いました。これ一番99円やよ。せーの、じゃん。トング、なんか、あの、調理系じゃない時じゃない、これ多分さ、おさ、あのサラダとかはね、そんな別に誰か招待するとかないんですけど、なんかちょっと、もし使うことがあるかもしれない。あるかもしれんって。なんかね、俺ね、またね、彼氏ができそうな予感がするんだよ。ね、予感がするだけ、予感がするだけ、毎回それ、うん、毎回予感して結局、うん、できてないよね、うん、だからなんかその一緒に、あー、ちょっと取ってあげるねーって。もうほんまに予感するだけじゃなくて、さっさとほんまに作ってほしい。そう、あの、作れるものは作ってるよね。ほんまに作ってほしい。そんな苦労してるんやったらね、いちいちこれ欲しい欲しいって言われへんよ。うん、続いてこれ、これね、めっちゃいいんよ。例えば、あの、人参を半分しか使わへん時とかってめっちゃあると思うんですけど、はい、人参の切ったところにこう、ラップをすんのってもったいないでしょ。野菜の切ったところだけをこう、切り口、そう、切り口をシリコンで、すごいね、パッて覚えるの。だから何回も使えるし、めっちゃ楽。部分的にラップしたい時とか、その部分だけラップできる。そう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 。だから、人参うるさい、うるさいって言って、人参の口にこう、あ、そうそうそう、それもできる。うるさい
って言ってこうやってつけれる。これパパラピーズの次からこれめちゃめちゃあれよ、役立つから、ね、せーの、えい。うわ、冷蔵するの忘れた。西洋わさびソース。あー、わさびソースなんて料理毎回してる人ですらあんま使わんよ。いいよね、うん、目覚めればな。あ、でもいいやん、これサーモンとかにしよう。そういうこと。あ、そういうことね。うん、セットで買ったんやよ。あ、こちら、ジップロックみたいな。あ、一緒。これは大と小みたいなのが入ってて、はい、ジップロックとかって普通にさ、はい、ワンサイズしか入ってへんやん、はい、けどそれが2サイズ入ってるのでいいなと思いまして買いました。ファイン。あんたこれでかい方やな、多分。そう、でかいの。せーの、ドン。足があんねん、これ、はいはいはい、パッて開いて、こうやって机になるベッドの上とか。この机、僕ちっちゃいんですよ、はい、だからちょっとたくさん料理をこう振る舞うときに、あ、ちょっと机の上足りないなと思った。でも来ることないやんか、あんま。続いて、はいよ、これです。こちらはジンジンのことをこう叩くために買ったわけではございません。おーね、何やと思う。分かった。何、油がって言って、油を飛ぶのを防止する。あ、そう、正解。これ、よっしゃ、正解しちゃった。フライパンの上に、フライパンとか揚げ物するときに上に置いて油を防止、油取る防止の。続いて、せーの、ドン。木製のお箸 4本セットです。だから4本買ってもなって。だから予感してるって言ってんねん、ほんまに。え、だからシンプルにそれを置いといて、うん、普通木の製品のちょっとなんか、はい、やつ欲しかった。欲しかった、可愛くない？可愛いね。こちらです。ダダーン。可愛いスカート。あ、違うよね。あ、違うの。あの黄色のクッションカバーです。ブブがクッションカバーもう破壊しまくんね。破壊神やから、あいつは。もともとこういう柄なんてぐらい噛み砕くんよ、うん、なんか、あのおしゃれな人が着てるさ、え、そんな肌見せるぐらい破れてる服あるやんか。ブブもデザイナーさんになりたいんちゃう。そうなんだ。デザイナーになりたいんと思う。じゃあめちゃめちゃセンスいいと思う。せーの、ぴょん。鍋敷き。鍋敷き。あ、ね、そう。今日一人？ジンジン今日一人かな。欲しいよ。私こちら、ダダーン。ジンジンも？ダダーン。もう横にひっくり返しましたら、ここに足がついておりますので、それもまだパカン、ここパカンとこうやってやったら、調味料とかを置く棚にしようと思った。私は、私はやっぱ美容家なので、シャンプーとか、あの洗顔とか、いろんなものがお風呂にすっごいダダダダダダ置いてあって、デパート今日あの量で美容家って言うやろ。昨日 IKKO さんの事務所にお邪魔したけども、うん、比べ物にならんぐらいたくさんね。 IKKO さん出すのせこいやんか。語ったらかわいい。おかしいよね。続いて、いや、待って、これも要冷蔵じゃね。要冷蔵だ。ナチュラルチーズ、ガーリック味のチーズ。あ、美味しそう。美味しそう。やばいかもこれ。じゃあいけるわ、1日ぐらい。そんな、そうなの。1日で腐ったら食料食べれへん。そんな、ちょっと冷蔵庫入れへんかっただけでピー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 。そこまで言う。じゃーん。やこいつ。木のヘラです。これはジンジンのお尻を叩くためのものではないですよ、はい、よかった。ちなみにさっきから補足してくださってるんですけど、うん、誰もそうは思ってないんですよ。思ってると思うで。思ってないね。だってマシリンやったらこれで叩くも絶対、うん、マシリン。あったー。あ、ごめんね。じゃなくて、じゃなくて。そう、でも、いや、ごめん。フィリピンの方はマジレスするとハンガーで叩くので。ハンガーがベルト。あ、そう。ハンガーはベルトでパシパシするんで。これより上、上行ってたね。もっとね、もっと上行ってた。もっとね。せーの、なん。こう見えて、あの、一応臭いので。そうそう、めっちゃ臭いの。まあ、あの、とりあえずお家のいい匂いにしようと思って。じゃあ、あんたな、あの家にめっちゃいい匂いのものを大量に置くの。だから大量じゃない、何個かやよ。もうどこにかしこもなんか全部芳香剤置いて、だから余計逆に臭い。臭くはないでしょ。逆に匂いがうわーってきて、うわ、酔うってなんの。何も言うな、言わんの。あんた誰が船長じゃん、ほんま。船長やないかい、じゃあ、ほんま。え、待って、え、いい匂いやよ。じゃあ、だからいい匂いが、いい匂いが混じりすぎて、いろんないい匂いが。じゃあ、いい匂いやんな。じゃあ、いい匂いが強いバージョンってこと。早くして、そう言ってない、せーの、用意した。リバーセリオ。もう分かって、直してるぞ、今。え、じゃあ、なんか、そういう意味じゃなくて。分かって、とっとと行け。はい、はい。ということで、これフライ返し。すごくない？普通はさ、ここまで伸びてさ、ここがこ正方形みたいな、うん、正方形けど、これ新しいと思って、でもなんか使いやすそうやなと思って買ってみたんやけど、うん、すごいな。まだ使ったことないからどうかわからんけど、またちょっとよかったらみんなにめっちゃおすすめする、うん、せーの、ドン。サバの燻製オイル漬け。あんためっちゃご飯買うやん。 2個買った。これしかも2023年、2年後ぐらいまで使えるので。あ、いいや、非常食としても、ね、そうそう、非常食としてもね、贅沢な非常食として。確かに。はい、続いてこちら。せーの、じゃーん。
マグネットついてて、ここにフックが4つついてるっていう感じ。だから私はキッチンにボンと貼って、ここにいろいろかけれるかなって、ね。絶賛してたよね。そう。フック付きのやつをさ、設置しようと思っても、なんかさ、あのシールか、なんか、紙とか。あれでしょ、あのさ、プラスチックじゃないけど、なんか、あの、吸盤みたいな。わかるわかる。パーンってやってやったら、そのあ、最後に、夜中とかにガタッとするんだ。そうそうそう、急に、ずっとしな、ほんまに。ガタッとこっちはって、お化けやと思うやろって。スキーのマグネット。で、あの、冷蔵庫に貼ると、僕、金運が下がるから、そう、なんか、これを選んでたら横で、え金運下がるよって突然言われて横から冷蔵庫でレンジ尺こうつけて何かかけるから金運逃げんねん。あ、そうな。そうっていうのを横からなんかボソボソって言われて、いや全然あの大丈夫、冷蔵庫に使わへんからって普通にしゃべる。僕の話入らんねん、ほんと。せーの、へい。お野菜を切ります。ちょちょちょ、あー水切り、はい。え、待って、ラスト。じゃあ待ってきはんた。ラストなんだ。じゃあ追いつくわ。あ、オッケー、追いつく。一緒にやろう、はい、せーの、バン。なんか、あ、わかる、それ。あ、びっくりした、うるさいな。ごめん、それ買おうか迷ったけど。そやろ、かわいいよな。ヘルシーな麺のカップ麺ね。カップ麺です、これ。カレー味とあれなんだ。あ、そうそう、プラントベースカレーとプラントベースって普通多分醤油とか。どうなんやろうと思ってさ、やめた、やっぱり結局。あーね、せーの、じゃん。 iPhone のあのアダプターじゃなくて充電器。あー、せーの、じゃん。さっきの箸と続いて木の木製のスプーンです。じゃん、テーブルクロス、テーブルの上になんか。あ、いいやん。そうそう、続いて、せーの、ダン。何それ。こういうやつ、なんかこの上にそう、こうやって2段食べ物かな、なんかティーとかお菓子とかお皿、はい、料理を運ぶやつ。そんなんあんの。せーの、なん。鍋つかみで。ちっちゃくね。でもあんたが持ってもやんの。私持ったら4つ入るて。僕も入んで、やめて、マウント取るの。僕も4つ入る。はい、やってみてよ。行くよ、当たり前や、ここは。ほら、入る。いや、入ってへん、あんた1つ入ってる、あ、これ、ほら、入ってるよ。開けれる。あ、いける。フリズンでロッパー。続いてだぞ。はい、続いて。なんかコロナの時に一人焼肉したやんか。ほんでその時にカレー皿がなくて、これ死んじゃねえかってなって、つまったんだ、ごめん。で、カレー皿を、あ、小さい皿を。そう、しかもなんで3個なん、なんか2つ、4つ。じゃあウェルカムトゥーザーマイハウスなるな。あ、そう。そして、じゃじゃん。あんたガラス製多いな、ほんとに。ガラス多いね。じゃじゃん、これさっきの匂いのやつあって、なんかこれの匂いを入れて、なんかどっかをいい匂いにしたいところを置く。そう、っていう感じで、もう追いついたんじゃね。ラスト、せーの、せーの、じゃーん。こちらです。一緒の、一緒、たまたま一緒のこちら。私はなんかおしゃれなお花たちを入れようかなって。で、ジンジンまたこれ2つ買ったうちの1つに入れてどっか。あ、置いとこうか。はい、こんな感じで、はい、私たちの好きなものだけを買い集めたお買い物ごっこでした。イエーイ。マジセレブ。セレブだよ、もう。セレブじゃないよね。私らはセレブやよ、セレブの一員。だからその最近もセレブの方の笑い方の練習をやってる。上品な笑い方。やってみて。いくよ。ヒバリフォーの笑い方でそれ。覚えてる、ヒバリフォー。イケメンパラダイス。覚えてるよ。ヒバリフォーって。あの、新垣結衣ちゃんも言ったよね。ひばりちゃんの手下みたいなものが、え、そうやったっけ、ゆいちゃんの時がする。マジ、うん、ちょっと調べていい。え、待って、懐かしい。てかさ、今さ、こういうさ、なんかもう燃え上がるようなドラマなくない？花壇とかさ、本当に。なんかさ、令和時代嫌いなんちゃう？私無理かも。令和期、ほんまにずっと平成のことを恋しがってんのね。そう、だからもうあの音楽も、そうね、音楽、ドラマ、ドラマも、なんかいろんな文化に関して平成しか勝たんやんか、うん、でもあんたずっとおばあちゃんになってもずっと今の時代はもうなんでこんなの、昔平成時代でこんなことばっかやったのに、いっぱいこんなものがあってってでよく言うおばあちゃんになりそう。やっぱ昭和の時代だった。私の笑い声がこんなにもね、お話の幅が広がって。そうね、ひばりフォーから。人事の横幅みたいに広がったね。ねえ、びっくりした。広がりすぎて、ね、後戻りできひんくなっちゃった。そうですよね。